ネット依存の中高生全国で約52万人、厚生労働省の研究班が中高生のネット依存に関する調査結果を発表しました。やめたくてもやめられないといった病的な使用と認定される中高生は全国で推計51万8000人、全体のおよそ 8% にあたり、これは成人の4倍です。睡眠の質が悪い、午前中調子が悪いといった健康や精神面への影響が懸念されます。バーチャルの世界で褒められ、自分の存在が認められたような気になってハマるケースが多いとの専門家による分析も。現実の世界で友達が少なく、うまく自己表現ができない人が依存になりやすいようです。しかし親が強制的に禁止するのは逆効果。クラブ活動を始める、アルバイトに精を出すといったネット以外に興味を向けさせることが肝心。それがネット依存から抜け出す転機になるということです。